皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約。ここでねあの、この動画を止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条を全て一語一句お読みください。全てね、読み終えて、 承諾できた人のみこの動画の、ね、続きを見ることができます。えー、どこか、ね、一か所でも承諾できないと、承諾できないというところがありましたら、ここで、えー、そっと、ね、この動画を終えて他の人の動画を見てください。それでは行きましょう。2019年3月14日木曜日、暗号資産草コイン中野研究会。 今日はね朝から晴れてましたね、千葉県松戸市はね。で気温はね低いです、昨日より6度低くてね12度ぐらいでしかないですね。日差しはね暑いんですけどあの、空気がちょっと肌寒いかなって感じでね、だからちょうどいいですね。家の中、昨日は暑くて T シャツ1枚だったんだけど、今日はねちょうどいいですね。で今日はねえ皆さん待待ちに待った 3月14日のホワイトデーですイエーイパチ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 ,パチ,パチ <laughs>、えー、皆さんね男の人はバレンタインデーでねチョコレートもらったと思いますからねたくさん、えー、倍,し倍返しどころか10倍返しぐらいでね、えー、たくさんねあのチョコレートとかマシュマロとか、えー、キャンディーとかねクッキーを買ったと思います私もね あ,のまあ、あれですね、約束通り、えー、丸の内でね、僕が昔勤めていた三菱商事、東京駅の丸の内ので,ですね、丸の内2丁目ですね、えー、三菱商事本社ビルの前にですね、えー、生命保険会社の本社ビルがあってね、そこの1階にティファニーが入ってるんですよね、丸の内本店の、丸の内店のティファニーが入ってて、そこでね、ティファニーを何個も買ってね、 <laughs> それと、あと丸ビルの1階に特設会場ありましたね、はい海外。海外のベルギー産のチョコレートとかね。あとは東京駅の大丸デパートですね。まあ、そこら辺でですね1粒300円か400円ぐらいのちょ,ちょっと高いか、あのトリュフチョコレートとかねお酒入りのチョコレートとかボンボンですね。あとはまあリ,ムリモーブとか。 リモーブあとはマカロンですねお,お,おなじみのマカロン、まあ、その他あのゼリーとかねいろいろ買いましたはいでまああの有料会あの有料会、えー、草恋新聞ね草コイン新聞を購読してる方からも、えー、チョコレートねたくさんもらえましてその方たちにはもうすでにねティファニーと一緒に発送終わ,り終わってますあとは家族の分だね今日はね はい皆様も今日は楽しいホワイトデーをお過ごしください。それではね、今日はこちらをやります。今日のドル円仮想通貨マーケット分析なんですが、ドル円動いてないんですよ。全然。なので仮想通貨マーケット分析をやります。草コインがひそかに爆裂してるんですよね。知ってましたでビットコインの噴火間近か,かということで、まあ、どういうことなのかということでね、こういうマーケットキャップを見てみましょうかね。 でね、行きますよ、コインマーケットキャップ。<laughs> なんか、いよいよ、ちょっといい感じになってきたね、ようやく仮想通貨もね、まあ、時価総額は14兆、まあ、15兆円ぐらいなんだけどね、ただ、あの下げ止まりって感じかな、まあ、忍耐に忍耐をかされたって感じで、ビットコインも43万6千円ですからね。 イーサリアも14,845円、まあ。リップル34円で。まあ、下げ止まりって感じはありますね。それで、えー、まあ、メジャーコインの顔ぶれは、もうほぼ変わらなくなりましたね。まあ、いい、よろしいんじゃないでしょうか。ライトコインが測ってきたよね、やっぱね。体の、ねまあ、エーダも11位にいるしね、5円18で。まあ、もうどげど下げ止まりですね、これ。買おうか。買ったほうがいいな、これな。もう下がんないんだろうね。 うんなんか世界、世界の情勢がだいぶ変わって固まってきたからね。で、これ全てを見るをいつもの通りをしますよ。で、今日はさ、これちょっと数字細かいから、これ使おうか。拡大鏡をね。200倍ぐらいにして。えー、ちょっと待ってね。これ時間かかるんでね。 全ての仮想通貨の数がね、2000種類以上あるからね、時間かかるんですよね。<coughs> はい。で、これまだドル円マークなんで、ドル、ドル表示なんで、これが日本円にならないといけないね。日本円になりましたね。そしたら、次にこの7日間、ここの7日間の上昇率ですね。 1>, 1週間上昇率。まあ1時間と24時間あるけど、ちょっと短いから、えー、7日間でどのぐらい上がっているのかと。これをちょっと1週間でね、どのぐらい上がっているのかを見ると。そうすると上昇率トップからですね、表示されるということになりますね。はい。出ましたね。それでどういうことかということなんですが、まずね、 昨日はね、9000%っていうのもあったんだけど、今日はちょっとなくなりました。それでもすごいね、2240%ですね、この1週間で。まあ22倍。で、まあ、上がりすぎたんで、この <laughs> 1日ぐらいで80%下がったけど、それでも上がってんだよね。え、どういうことと。はい。エレクト、エレ,エレクトンマ、ダークだね。<laughs> で、次に、 えっと、2085%、24時間以内では2406%上がってるの、これは何なんだと。で循環さ、うん、何なんだと。はい、じゃじゃん、なんと我らがエリートですね。エリート。エリートはですね、結構私の個人面談、個人コンサル個人面談でですね、えー、買った人多いんじゃないですかね、エリート。ほとんどの人は買ってると思いますよ。 同時コインで買ってると思います。エリート。見てくださいね。でたらめに上がってますから。あと、バニーコイン、ラビットコイン。買われた人いますよね。バニーコイン買ってるよね。一緒にね。はい。値段むちゃくちゃ安いからまだね。はい、0.07倍とか、あ、0.07円とか、0.003円とかね。バニーコインも1527%上がってますから、ビットコインがね、 あのー、3分の1に下がっちゃったとしてても,もう20倍とか15倍になってるからだからトータルするとあ皆さんのトータル資産は増えてるはずですよはいこれがねやっぱり草コイン投資法のすごくいいところででじゃあ次にねどのコインが上がってくるのかとでだいぶ上がってるよねいろんないろんなやつが250%とか388%とか <laughs> だいぶねうん 仮想通貨は多分あの海のね底の方から、ねうん、噴火していくんだね。うん、だから海面海の表面が沸騰するんじゃなくてあの海のね底深くにある海底火山が今噴火してる感じだね。 それで、う、あの、海底に渦 <laughs> 漏れてた草コインたちが、あの、熱く熱せられてですね、今爆裂してる状態になってます。もうほとんど緑の数字でね、上がってますからね、これね。この一週間上がってますからね、こんないっぱいね。だ皆さんがお持ちの草コインもすごい上がってるんじゃないですか、総資産が。増えてる <laughs> ものと思われます。で、特にね。やっぱり、私、このエリートはですね、 エリートは、たくさんの人、何百人という人と一緒に買いましたからね。エリートとかバニーコインは。はい。だから、ここで、ビットコインとか同時コイン、同時コインに変えて、その同時コインをまたビットコインに変えると。そうすると、ビットコインが別に10分の1になっても、こっちに20倍になってるから、トータル2倍にはなるからね。10分の1なんかなってないけどね、ビットコイン。<laughs> はい。それで、 これちょっとコインマーケットキャップはもうこれでいいかなちょっと戻しておこうか。はい、それで、えー、草コイン投資法のですね、魅力っていうのがこれこありまして、ちょっと作りました資料ね。で、読んでみましょう。はい、草コインのですね、単純垂直投資法っていうのがあるんですね。で、これ何かというと、まず皆さん日本円ありますよね。 千円、五百円とか千円とか。で、まずは、<coughs> 日本円をですね、えー、まあ、まず仮想通貨を購入したいっていうならば、国内口座を開かなくちゃいけないんですよ。で、国内口座、今開けるのは、えー、ビットバンクとか、ビットトレード、まあ、ビットバンクが一番いいかな、今はね。あの、ビットトレー、ビ他はね、ちょっとなんか <laughs>、使い方が悪かったりするんだよね。 でコインチェックは、ね、手数料高いんですよね、まあ。悪口言っちゃいけないんですけどで。ビットフライヤーと財布は今は新規口座開設を中止してますね。うん、セキュリティ強化してます。でビットバンク開いて、で日本円を今、えー、ビットコインに変えるとで。ビットコインの価格ね、今さっきコインマーケットキャップで見たら、えー、平世界平均で43万5930円と。 それでこれで、こね、皆さん勘違いしてるんですけど43万とかね43万5万五千円も用意しないと仮想通貨投資できないのかというとそうじゃないんですよ。これ0.1ビットコインとか買えるからとか0.01ビットコインとか買えるから多分ね、最低5千円くらいあればね <laughs>、買えますからで4万3千でしょ0.1で4300円だから0.01ビットコイン購入するとかできますから国内口座でもね。 だから、5000円ぐらいからですね、あの、仮想通貨としてできますよ。で、これをですね、草コイン買うには、海外口座開かなくちゃいけないんですよ、ほとんどはね。国内、国内で草コイン買うには、財布しかないんですよね。ほとんど財布しか売ってないんです国内では草コインは。あの、10種類ぐらいね。で、財布はもう新規口座開設できないので、 もう海外講座開くしかないんですよ。で、海外講座英語なんだけど、まあ、私の方でね、あの、依頼されればですね、1日1万円でですね、1日っす1日かかんないんだけど、3時間か4時間ぐらいで、海外講座2、3個開設してですね、ビットコインを送金して、草コイン買うと。で、草コインはですね、あまりにも <coughs>、あの、金額が安すぎるので、ビットコインで直接買うとですね、 あのた,たくさん買えないんですよねで。なぜかというと、ビットコインというのは単位が1000円、例えばね、例えばの話だと、ビットコインというのは、ね、単位が1000円単位なんですよ。で、草コインというのは1円単位でなのね。だから1円でも1000円でも 1, 1個しか買えないんですよ。草コイン1個買うのに1円なんだけど、ビットコインは1000円,1000円単位しか買えないから、 草コイン1枚買うのも、1000枚買うのも1、1枚1000円かかっちゃうんですよね。だからビットコインで直接、えー、草コインを買うと、すごく少なくしか買え1000分の1、下手すら1000分の1枚しか買えないわけですよ。で、途中にですね、同時コインにか変換金するんですよ。そうするんで、ビットコインはとにかくこの、小数点以下の桁数が少ないんで、同時コインに換金すると、同時コインっていうのは、小数点以下の、 桁数が大きいので、えー、草コイン1枚1円だったらちゃんと1枚1円ずつ買えるんですねだから千枚草コイン1000枚買うと1000円で買えるんですよだからビットコインを同時コインに変えて同時コインを草コインに変えると <laughs> で今回はまあさっきもねこの1週間で2400%ぐらいかな上がってたエリートっていうコインが先ほど調べたら世界平均で0 0 7 2 9 6六 円で、したねでこれをまあ買っていくと。例えばの話ね、リート、まあ、もう24倍ぐらいの上がっちゃったけど、上がればさらに上がる可能性あるよね。順張りでやればね。それで、このビットコインがね、もうだいぶね、この1年で下がったので、そろそろ上がる気配がすごくあります。で、もともとビットコインって最大240万円までいったのでね、まあ、6分の1ぐらいまで起きちゃってると、5分の1ぐらいか。 おっしゃってるのが、まあ、まずは2倍になると。で、90万ぐらいかな。えー、ちゃちゃちゃ。87万円だよね。87万円なんかすぐいくよね。これ絶対いくよね。87万はね。別に普通にいくよね。で、2倍と。で、同時コインも草コインの一種なんで、これが10倍になってもまだ2円なんでね。10倍はまあいくでしょうと。で、エリートはもうすでに20倍になってるけど、まあ、さらに20倍はいくと思います。どうせまあ0.07だからね。 20倍になっても1.4円かな。1.4円ですね。いきますね。そうするとどうなるかというと、<coughs> ね、日本円が草コインに、草コインとして、その日本円の資産をね草コインにしとけばどうなるかというと、仮想通貨のトータル資産は、2倍かける、10倍かける20倍の、トータル400倍になるんですよ、資産は。 で、だから1万円分のビットコインをね、ずっと持ってても、まあ、これ2倍かね、例えば2年前の高値、2017年12月5日ぐらいの高値の240万円になったとしても、まあ、6倍、6C24 の6倍、5倍とかね、6倍ぐらいしかならないんですよ。だから1万円投資しても6万円しかならないんですよ。ビットコインだけ買ってても。でも、<laughs> 海外の口座を開設して、 同時コイン買って同時コインをあの草コインに変えると1万円が400万円になるんですね。これが、あの、まあ、いわゆる為替効果っていうふうにも私たち言ってるんですけど、あこういうね、あの、1、2、1十2十30のですね、30の為替効果っていうのはあの人類初めてなんですよ。ドル円の為替効果とかっていうのはあるんだけどね。何々円から何々々ってあるんだけど、 40の為替効果っていうのは人類史上初めてなので <coughs> まだ誰も気づいてないんだよねだから <coughs> まあ、私たち中野研究会は気づいているのでねで資産をまあ1万円たった1万円ですよ1万円をビットコインに変えただけじゃだめなんですよね2倍まあ6倍とかまあ下手してまあ10倍これがねビットコインが435万円になったとしても1万円は10万円にしかならないんですよでも ビットコイン2倍でいいんですよ。10倍になるのにどんだけかかるのって感じ。でも2倍だったら、全然余裕でちょっと前までにあの70万、80万ありましたからね、2倍になると。で、同時コインも、いや、桁1個だけ上げればいいだろうと。で、エリートは、この1週間でもう20倍になってるんだから、またさらに20倍になる可能性は十分にありますよね。あの、順張り、順張り投資法でね。なので2、2×10×20 なんですよ。為替効果でね。 はいそれで400倍になると。なので、10万円入れてると4000万ですよ。100万円れしたら4億ですけど、まあ、100万、一つの草コインで100万はちょっと多いかな、やっぱり。<coughs> 10万ぐらいですかね。4000万ですね。はいということが、えー、草コインの単純垂直投資法で言えます。それでね、今月3月はですね年度末でもありますので、 えー、昨年の7月から始まったその草コイン新聞、まあ、有料なんですけどね、まあ、読売新聞と一緒ですよ。日本経済新聞と一緒で誰でも購入することができます。で、で1ヶ月購読で1万円なんですけども、えー、今月はね、えー、今週、来週、あ、明日からかな、明日から7月から始めた草コインのですね、銘柄選定とかね、えー、この垂直投資を、まあ、いわゆる 為替効果の話とか、あとはマインドフルネスとかね、あと投資の、うん、バルサラの破産確率表とかね、投資のいろはも全てですべ、ね、て、えー、やるのと、あと草コインの銘柄選定、あとは草コインの大,大枠を分けてるんですね、この草、<coughs> あのマイナー草コインとメジャー草,メジャー草コインとマイナー草国内メジャー草コイン、国内マイナー草コイン。 海外メジャー草サコイン、国内マイナー草サコイン、それとそれぞれの倍率予定表とかね、いろいろなものもですね、去年7月から今年2月まで、あ今年、あ、1月ぐらいまでかな、やった約20本分ぐらいの動画をですね、リニューアルするので、それをね、全部ね、えーまあ、無料で見れるっていうか、そういうキャンペーンをやってます。ですので、まあ、今ね、3月から、 っていうかねどだんだん、ね、高くなっていっちゃうからねあのビットコインだけ高くなりゃいいんだけど、まあ、全部同時に高くなっていっちゃうんですよだからそ,それぞれ2倍になっただけで2人が死にが8倍になっちゃうんだよねだから早く投資しないとちょっとまずいかなやっぱね なので、その動画を見ていただいてですね、あの、あまたある草コインの中で何をどれだけ買えばいいのかっていうものをですね、えー、動画20本ぐらいあるので、えー、ぜひね、今からでも3月の、えー、有料会員というか、有料会員の名前変えて、えー、草コイン新聞の購読視聴料ですね、1月1万円ですので、誰でも購入できますので、ぜひぜひ、えー、この動画の、ね、解説欄を見て、えー、社団法人の 口座に1万円振り込んでいただいて、電話か LINE か、えー、メールでねあの、振り込んだので、えー、購読お願いしますと言ってください。はい、あと、まあ今日もね、最後にこれやりたいと思います。<coughs> えー、副業でも独立でも、あなたがあなたらしくあるためにということでね、まあ、どういうことかというと、副業でも本業でもいいんだけど、 昨日のね、この表をちょっとさらにね、詳しく。昨日やりましたよね。まあ、前回の動画で、えー、各職業、まあ、公務員、サラリーマン、まあ、独立企業、生取り、まあ、こういう副業ですよね、いわゆる。あと、株とか、FX とかね、まあ、これはデリバティブですよね。こっちはまあ、金、まあ、単純金融商品ですよね。<laughs> で、これについて、皆さんの会社に勤めてる 勤めた経験がある方だったら分かりますけど、あとはパー,トサラパートさんとかね、アルバイトさんでもわかると思いますけど、あの会社っていうのは分業になってるんですよね、まあ、宣伝広告をやる人もいれば、営業やる人営業マン、営業部ですよね、あと開発、まあ、これは製品開発でも、食品開発でも、えー、サービスの開発でも、新商品開発しますよね、誰でもね。 誰でもっていうか、どこの会社でもね、新商品開発しないとお客さんに諦めちゃいますからね、飲食でも何でもそうですよね。で、製造がありますよね。で、品質管理があって、出荷管理があると。あと、顧客サポート、まあ、電話対応で、まあ、コールセンターみたいな感じでもいいですよ。あとは顧客サポート、CS ですね。カスタマーサティックスファクションがあって、総務経理があって、ホーム部があると。こういう中で、 ま、公務員になると、まず営業ってないんだよね、公務員はね。うん、お金、お金が足りなくなったら、法律作ってね、税金上げればいいだけですから。新しい税金作ればいない,いだけなんで。まあ、こうやったら、あの、公務員の方に怒られちゃうけどね、営業はしなくていいと。で、あと、どれか一個だね。どれか一個の部署に、例えば、顧客サポートが多いかな、やっぱり。住民票くださいとか、健康保険払えませんから何とかしてくださいとか。 介護保険に入りたいとかねあの公務員の方は顧客サポートが多いと思いますけど、まあ、総務経理の人もいるしホームもいるしね、まあ、何でもあるけどどれか1個なんですよサラリーマンっていうのはねでもちろん民間のサラリーマンもどれか1個ですよね僕は最初は三菱電機の,あのセキュリティ、まあ、ビルシステム部の開発にいましたで新商品新製品開発してあと製造部門に渡すって感じだよね で、開発にいました。これすごい大変ですよ。ノルマも、まあ、期日があるからね、開発期日が。<laughs> で、その後、三菱商事に出向して営業になりましたね。だからこっち、こっちね。どれか一個なんですよ。なんか掛け持ちして、あれとこれとこれやれっていうのは、ないよね。総務経理と開発やれとかないじゃない。ホームとさ、営業やれとかないでしょ。どれか一個なんですよ。まあ、零細企業だったら、あれとこれとやってくれって言うかもしれない。開発と製造やってくれとかね。 宣伝広告と営業をやってくれとかってのあるかもしれない。ただまあ中堅大企業になるとどれか1個なんですよ。まあ超楽。今から考えると超楽です。で、一旦独立企業するとどうなるかというと、ドーンって全部、全部来ます。なので、私は開発やって営業やってたけど、宣伝広告やってなかったので、あの、お客さんをどうやってねあの、設定を持ったらいいか分かんなかったんだよね。 だから、ものすごく勉強したし、たくさんの本も読みました。宣伝広告とかインターネットでの顧客集客、集客の方法をものすごく勉強しました。すごく大変でした。何年もかかりました。で、問い合わせがあって、そこから営業始まるよね。直接会ってね。まあ、営業大変だから、お客さんに、えー、いや、他の他社の方が安いんだけど、とか、握られたり、罵倒されたりなんか言うぐいぐいちゃってね。まあ、土下座営業みたいな感じでしたよ。 それで開発でしょで、製造、品質、管理、出荷も大変でしょね、梱包したりなんかして。で、なんか入ってねえとかおせえとかだったら顧客サポートもあるし。で、まあ、総務もあるよね。その、健康保険とか、年金とかのね、手続きとかあるし、経理。で、税務署に提出とか、あの、年末調整とかあるでしょで、ホームとかもあるよね。なんか裁判仕掛けられたり、ね、ごちゃごちゃありますよね。 独立企業ってね、むちゃくちゃ大変です。だから、サラリーマンやってて、なんか、開発やってたとかね、メーカーって開発やってたから、僕大丈夫って言ったって、いや営業できないでしょと。宣伝告できないでしょと。総務経理できんのと、できないでしょと。それ、むちゃくちゃ大変ですよ。一通り全部できないと。です、一通り全部できる人なんていないから。だから、独立して、頭抱えて、じゃあ,そあの、経理は税理士に頼むかって言ったって、全部やってくんないからね。 ある程度自分でやんないと。総務は社労士に頼むかって言ったって全部やってくんないから。で、法務は弁護士に頼むかって言ったってやってくんないから。金、お金いっぱい積まないとやってくんないから。<laughs> はい。弁護士だって商売だから、いや、お金ないんですけど、ちょ、これでやってくださいってって、もう適当ですよ。そしたら、あの、はいはい、わかりましたってって、はいだ、社長ダメでした。負けました。残念でしたね。て終わりですから。証拠集めもやってくんないし、 裁判の判例なんかも調べてくれないんですよ。むちゃくちゃ時間かかるから、判例調べるの。やっぱり一声300万ぐらい払わないと勝てないですよ、裁判は。30万の鉄撃金じゃあ、勝とうとしないから、弁護士。税理士も一緒だって、<coughs> 節税対策をするんだったら、やっぱり一,一声100万、年間100万以上払わないと。うん。あの、顧問料2万とね、決算の時十18万とかだったら、 もう書類提出して終わりですよ。節税対策なんかやってくれないから。だから、金かかるんですよ。自分で勉強しないと。で、これむちゃくちゃ大変。これむちゃくちゃ大変で、全部一通りできるのには10年はかかる。10年かかる。でも、歯食いしばってやる、やるしかないよね。で、せどり、ハンドメイド教室とかいう、こう、まあ、あの、スモールビジネスで始める場合には、まあ、宣伝広告、まあ、アマゾンとかね、あとは、ミンネとか、<coughs> まあ、あとはメルカリとかね。まあ、あそこに出店して、まあ、多少の広告料を払うとかね。ヤフーオークションとかね。あとは製造すればいいよね。まあ、開発も一部あるかもしれないけど、製造して、自分でハンドメイドしたりね。ほんで、出荷管理して。まあ、ハンドメイドかこれ、生取りとかね。で、総務経理は必要だよね。やっぱりね。その、確定申告が必要だからね。まあ、でも、ある程度でいいかな。フリーとかね。クラウド会計で大丈夫だと思いますよ。 で、実はなんとね、あの株とかね、FX っていうのは、まあ、何にも必要ないから、まあ、開発みたいな感じかな、常に最新情報を、マーケットの最新情報を仕入れてね、それでチャートと向き合っているだけでいいので、まず宣伝広告必要ありません。はい、なんか、広告出さないと、株で儲かんないとか、FX で儲かんないとか、オプションで儲かんないとか、何にもないですから、で、営業でね、 なんか、ごま吸ったりあの、飲みに出かけたりね、あの、土下座営業をしないといけないとか、そういうの、あの、そうしないと、えー、株価下がってこないとか上が上が上が、株価上がらないとかね、FX でショートポジションが助かんないとか、そういうのないですから、あの、お祈り営業なんて必要ないですから、<laughs> 土下座営業とか。だから、あなたがあなたであるために、まず人と接する必要がないわけですよ。お客さんに頭下げなくていい。お客がいないから。まず、金融っていうのはお客さんいないですから、 あのまあ、投資信託でお金集めるわけじゃないでしょうその、マーケットに対してやる役でね、特に FX とか先物オプション、株、債券、仮想通貨なんかもそうですけど、お客さんいないから、あ,のあなたがあなたでいられるんですね、いつも。あの威張っていられるわけですよ。あとは製造とかないしね、でなんか作って、それが品質でね、なんかトラブってお客さんに迷惑かけたで、えー、返金騒ぎとかね、それもないし、何か出荷するっていうのもないです。 で、顧客サポートなんかもうないですよ。お客さんいないから。マーケットだけですから。で、総務経理は、あの、年に一回ねあの、あれが出てくるんですよ、えー <coughs>。取引証券会社からレポートが出てくるので、それをですね、えー、そのまま書き写して、えー、確定申告で出せば終わりなんて、総務経理いらないですね。経理いらないです。で、法務もないでしょ。だから、 まあいわゆる開発してた人とか、まあ、営業してた人とかねあのとにかくその世界の情勢、まあ、政治情勢経済情勢を常に把握して、まあ、テレビとかね朝の朝早く起きて僕も朝5時に起きてますけどねで朝の5時45分かな始まるテレビ東京のモーニング モーニングサテライトジャーナル、ーサテジャーナル見てですね、7時5分ぐらいまでやってるけど、見てですね、えー、毎日2回、質問、えー、問題にも答えてね、日経テストにも答えてですね、猛サテクイズにも答えて、えー、あのー、はい、ちゃんとね、毎週、毎週ってわけじゃないけど、大体毎週ですね、えー、10問正解してですね、まあ、10問。 あの5正解すれば 20, 20ポイント正、不正解でも10ポイントもらえますからね、それで、えー、100, 100ポイントになって、えー、特製のですね、えー、メモ帳をもらうと、そんなこともやってますが、関係ないですね、それね。<laughs> とにかくね、あなたがあなたらしくいられるんですよ。はいだから、なんか、会社クビになってね、ああ、もうだめだって言ってさ、ノルマ制の営業会社入ってね、 えー、リフォーム会社の営業とかやったりねそんなことやってもしょうがないでしょだって今まで部長さん課長さん部長さんがね製造部の部長さんとかね開発部の部長さんがねクビになってもうどこも年だからね50歳だから仕事ないからっつって何かの完全ノルマ制のねリフォーム会社の営業入ったとか、えー、ポスティングのねチラシ配りとかね、えー、まああのタクシーの運転手の悪口言ってるわけじゃないけど まあ、タクシーの運転手になるとか、えー、警備員、警備員の悪口言ったわけじゃないよ。まあ、あの、警備員になるとかって結構辛いじゃない。あなたはスーツを着てね、エリートサラリーマンだったわけですよ。三菱商事とかね、住友商事とか伊藤忠のね。それが、えー、何の手に職もないから、結局、勤めがなくてね、えー、なんか、あの、コンビニのバイトとかね、 えー、しかないとかっていうんだったら、まあ女性も含めてね、その、パートアルバイトしかないような、この日本というのはも,も本当に社会が悪いわけでありまして、でもあなたが新しく、やっぱあ、ありたい、あり、ありたいし、あってかるべきであるから、僕はね、このね、あの、 えー、この金融のですね、プロ、プロっていうか金融の道をね、目指していただきたいと思います。そうすると、こんないろんなね、勉強も必要ないし、トラブルいっぱいだからお客さんと一緒とかね、取引先とかね、仕入れ先も、うん、なんか変なのもの、変なもの納品したりするからね、で、サラリーマンにはもう戻れないと、ね。これどれか一個でいいので、サラリーマンって今考えるとむちゃくちゃ楽でしたよ。ただし、60歳の定年までどれか一個だから、 いろんなものを、ね、全部経験してもらえればいいんだけど、どれか1個とか2個だから、だから独立してもね、ほとんどの人は失敗します。ほんと失敗しちゃいます。うん。よっぽどね、奥さんが他のやっててね、こういう総務経理とか、ホームとかやってて、自分は開発と営業と宣伝やっててとかね。だったら、あの、できるんだけど、ほとんど失敗しちゃうんですよ。なので、金融っていうのは株とか債権、まあ、仮想通貨、商品。 FX 先物オプションというのはですねあの <coughs> 本当にわずか5000円とか1万円からですね福利で、えーまあ、先ほどのね仮想通貨のですねあの草コイン投資法の垂直投資法でもある通りえー、っり福利計算でですね増やすことができるんですよね。それがすごく魅力だし、しかも1人でいいんですよ、1人で。例えばケーキ屋とかね花屋とかラーメン屋さんで起業して。 年商1億になったと。本当で、アラリがね、2000万になったと、1店舗でね。でそれを、アラリを今度1億にするにはどうしたらいいかって言ったら、5店舗回転しないといけないんだよね。で、5店舗回転するためには、人も雇わなくちゃいけないし、お店にと、お店をねあの、作らないといけないから、投資金額もすごくあるんですよ。リスクってむちゃくちゃ高いんですよ。人もどんどん辞めていくしね。うんで、ライバル企業に入っていくしね。 むちゃくちゃリスク高くてうまくいくかわかんないです。でも金融っていうのはたった一人でたった一つのパソコンまたはスマホでたった一つのマウスのクリックでいいんですよ。それを年賞2000万の利益を1億にも10億にも100億にもたった一人でできます。たった一人でいいんですよ。リスクを取らなくていいんですよ。お店を作るとか人を雇うとか。ね。 何,で何かを仕入れるとか、製造するとか、腐ったらどうするの食中毒とされてたらどうするのね、火、火が火ついて燃えちゃったらどうするの全くないですから。顧客サポートも何にもないですから。まさしく、あの、スーツ着ても着てな,着なくても何でもいいしね。まさしくですね、あの、お金でお金を増やしていくと。まさしく、22世紀、21世紀をですね、あるべき姿は、 この金融のプロですね金融ビジネスにあなたもなってみてはいかがでしょうかヘッジファンドでね、のようなことをやってですね。これはね、できるんですよ、実はね、うん。でも難しそうだからやろうとしない。怖いからやろうとしないだけで、実は勉強すればするほど、こんなにリスクがね、少ないビジネス、お金の稼ぎ方ってのはないんですよね。むちゃくちゃリスクあるから、この独立企業とか、セドリとか。 むちゃくちゃリスクあるから、これ。どんだけお金投資しなくちゃいけないのか。あとは、サラリーマンもリスクあるよね。いつクになるか分かんないから。で、どれが1個か2個しかやらせてもらわないでしょ、一生で。そして、ポーンってね、投げ出されて、えー、転職できたらいいけど、できなかったら独立企業とかね、副業で全部やらなくちゃいけないから。無理だから、もう。本当に大変でした、僕も。10年ぐらいかかった。うん。だ僕はプログラム開発だったから、 総務経理とか、もうなんか肌に合わないんですよ、経理とかね。もう頭が混乱しなんかもう目に入ってこないんですよ。でも、目に入って、ちゃんと年、ね、末調整もできるようになったし、会社の決算もね、1人でできるようになったのは、やっぱり10年ぐらいかかったかな。ホームもね、自分でね民事、民事訴訟を起こすことができて、えー、相手のね、<laughs> あの弁護士を言いくる,言いくるめて、えー、裁判長と仲良くなって、えー、次から次へと、 民事訴訟、刑事訴訟を勝つようになったらもう、やっぱり10年以上経ってからだと思いますよ。公務員はもっと大変だね、やっぱりね。ボーンって独立企業とかさせられたら大変なので、ぜひぜひ、このね、金融投資の方にですね、目、えー、を向けてみてはいかがでしょうか。非常にリスクが高いのに、リターンが大きいんですよ。僕も今びっくりしているところです。であ、詳しく知りたい方はね、 あの草コイン新聞を購読していただくか、えー、またはえ個人面談をご希望ください。個人面談はね、今、草コイン新聞を購読してる人が対象なので、えー、そろそろ2万円かかってしまいますけどね。まあでも、どのみち、コイン新聞もいいものですのでね、毎日配信してるんで、えー、2万円というのは安いかなと思います。それでは今日はこれで終わりにします。どうもありがとうございました。失礼いたします。